FM キャッチがある、キャッチネットワーク本社株式会社 FM キャッチは、愛知県刈谷市の一部、知獣市及び、高浜市の全域、安城市、壁南市の各一部地域を放送区域として、超短波放送をする、特定地上機関放送事業者である。ピッチ FM の愛称で、コミュニティ放送をしている。2003年開局。刈谷市に本社を置く。 ケーブルテレビ局のキャッチネットワーク、北南市、刈谷市、安城市、知立市、トヨタグループや地元企業が出資している。出資比率から、キャッチネットワークが、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。本社、演奏所、送信所は、キャッチネットワーク社屋の2階にあり、放送スタジオが2つある。放送区域を、刈谷市、安城市、知立市、北南市、 高浜市及び近隣地域、区域内世帯数を20万世帯と自称している。インターネット配信は FM によるキャッチピッチ地域情報として配信。2002年2003年2012年2016年2019年。通常番組はすべて自社制作。2020年9月1日現在。ありがとうございます。